西川近行き、2番は宮城の早坂修吾、3番三重谷口良平、4番茨城石川裕二、5番徳島畠聡、6番神奈川荻野悟、7番福井鷲田義組、以上7名企画レースブロック7を争います。7車立てながらラインは細かく3分線、短期が1人、 S 級一般が1番西川、2番早坂、5番の畠、そして S 級二班は3番谷口、4番石川、6番荻野、7番鷲田。今日は畠には西川5番、1番三重の谷口、福井の鷲田、3番7番宮城の早坂には、茨城の石川、2番4番神奈川、6番荻野、決めずの競争となりそうです。発送します。第9レースの発走です。 S 級企画レースブロック7号行になりまして、まず2番宮城の早坂修吾がスタートを決めていきます。人気の中心早坂がまずは前です。熊本ベテランです。1番西川近行き、4番茨城石川裕二、今日は早坂馬を取りそうです。離れながら差を詰める徳島5番畠聡と6番神奈川荻野悟、後方は三重の3番谷口良平には、福井7番鷲田義組、チームと近畿が後ろから2センター4コーナー向かっていきます。さあ、ここはスピード上位と言えそうな早坂が前を取り、近歴は絶好調4番石川が早坂馬を取っています。2周目1コーナー入りまして、中段は徳島5番畠が回ります。熊本ベテラン重鎮の西川が5番畠マーク、5番1番です。決めずの競争、6番荻野がまずは5番手様子見を取っています。そして早坂相手、力勝負を演じそうな後方3番谷口には7番鷲田の幕、6番手7番手を待っています。2周目も2センター第4コーナー向かっています。先行型が2人、どちらかと言いますとまくり型、畠が中段、短期が1人、ブロック7、2周目から3周目あります。ここは前からの組み立て、早坂には石川、2番4番球団は畠には西川、5番1番短期様子見、6番荻野、後方からは谷口、鷲田、3番7番、3周目も第3コーナー向かっています。まずは後方から谷口が上げそうですが、前を取った早坂周吾、中段は5番畠、後方から3番谷口良平が持ち上げます。レースは3周目から4周目、それに6番荻野悟が乗り換えます。さあ、前から早坂下げて畠、西川も切り替えます。下げました早坂周吾、6番手まで下げています。まず押さえて流すのが3番谷口良平、マークの鷲田義組、切り替えた6番荻野悟、中段は畠聡と西川近行き、早坂周吾が6番手、マークの石川裕二が最後方です。さあ、前から逃げました谷口良平先行、そして6番手から発進早坂周吾、踏み出しがありましたが一気に襲いかかる早坂が一気の逃げ、4番石川裕二がやや口が開きました、一気に捉えました早坂周吾を捉えまして、3番谷口良平が追う展開です。さあ、今度は5番畠聡がまくっていきました、2番手以降切れました、ホームからかましていきました早坂周吾。さあ、後方は届きそうにありません、谷口良平粘っているが外から鷲田義組を送んでいきます。早坂周吾快勝、鷲田義組、谷口良平、ゴールはこの辺りでしょうか。パワーが違いました早坂、一気のかまし逃げ、マークの石川口が開きました、前残りの谷口の番手から鷲田が伸びたの2着、粘った谷口が3着でしょうか、体勢的には2番7番3番でしょうか。第9レースは S 級企画レースブロック7、決定まではしばらくお待ちください。第9レース S 級ブロック7をご覧いただきました。
このレース人気となっていた早坂選手のかましが決まりました。1着2番、2着7番、3着3番。お客様に第9レースの払い戻し金をお知らせいたします。車番2連勝不式、2番7番1660円、車番2連勝単式、2番7番1950円、3連勝不式、2番3番7番2920円、3連勝単式、2番7番3番9770円、ワイド2番7番370円、2番3番940円、3番7番870円。以上でございました。ただいま久留米競輪第10レースを発売中でございます。なお1番は決車となっております。1番に関する投票券は発売いたしておりませんので、あらかじめご了承くださいませ。改めまして第9レースの決定です。1着2番早坂修吾、2着7番鷲田義文、3着3番谷口良平。払い戻し金です。2車単は2番7番1950円。